当初ですからね。水分補給はしっかりしててくださいね。せっか、何気にすごいよな。ずっと涼しい顔してるよ。それは長年トレーニングをしてますし、効率変えますから。文字通り涼しいでしょうね。俺も使えたらな。勉強あるのみですね。さっき月下が迎えに行ったからすぐに帰ってくると思ったけど、もう15分くらい経つわね。お父さんの方で何かあったんじゃないかな。帰ったぞ。噂をすれば帰ってきた。お父さんお帰り。父さんも無事で何よりだよ。ああ、話は聞いたぞ。パパ。え？娘はお前にはやらーん。いきなりかよ。バカ野郎、それはこっちのセリフだ。仕事で帰ってきたと思ったら、せっかとパパが婚約だと。俺は認めないからな。何やそれ。言ってるよ、だが受け止めきれないんだよ。レイカの主食のこともある。パパと婚約すれば、せっかは間違いなく幸せになる。わかってる、わかってるのだが。困惑してるわね。絶対にせっかを、幸せに。わかってるよ、取らなくなよ、父さん。誰が父さんだ。めんどくさいわ。ってことは夫婦、夫婦確定。パパ、早く孫の顔見させてあげようね。出したんか、このクソ野郎。まだ出してない、落ち着け。まだってなんだ、ぶっ潰すぞ。もういいよ。なるほど、王勇様の力はパパには影響しなかったのか。それで東屋さんにご主人の中に宿っている王勇を出してあげてほしいのです。彼女はご主人の力になりたがってる、でもずっと干渉できなかった。そうか、了解した。今すぐ王勇様をパパから出そう。あと、せっかちゃんの声優も出してあげてほしいのです。相性が悪いとはいえ、多少は力になっているはずだ。外すまでしなくとも。今日調べたのですが、もうせっかちゃんは引きの能力を持っていません。だからせっかちゃんの声優も王勇同様、ただ中にいるだけの状態です。そんな。それでメリアちゃんはまだ若い王勇、声優をメリアちゃん側で預かりたいって言ってるの。ご主人の影響で王勇、おそらく声優も極限進化しています。詩人という器の神ではなくなっています。だから性能次第ですが、私はご主人の専属神として受け入れたいと思っています。なるほどな、わかった。そういうことなら力を貸そう。今日はご主人を、明日はせっかちゃんをお願いします。私も立ち会いますので。了解だ、すぐに始める。パパとメリアさんはこっちに。はい。よいしょ。ふう、これで大方ここ周辺は片付いたかな。宿っている詩人を出すのにまさか4時間はかかるなんて。確かに連続でやったらお父さん倒れちゃうね。あら、せっか、もう片付けたの。うん、500kg くらいなら、人力と揚力を合わせれば持てるしね。せっかやパパが帰ってきてから町の復興がすごく早くなったわ。やっぱり鍛えてると違うわね。結果お姉ちゃんもすごく鍛えてるじゃん。すごく鍛えた。でもせっかに負けた。え、おめでとう、夢かなって。どうしたの、結果お姉ちゃん。単純に褒めてるんだよ。せっかの純粋な強さ、気持ち、私にはなかったもの。私より先に式解放真打ちを得得し、その才能を超えて、今は専属神として、新たな神として先に進んでる。聞いてたんだ。今日の朝の話。普段はしないけど、今は警戒してるから。そっか、でもまだ私は月下お姉ちゃんに勝てないよ。技量が違う。冗談言わないで、私が月下に勝てるわけないでしょう。お姉ちゃん。ごめん、今のは私が悪い。うん、私も軽率なこと言ってごめん。それじゃあ私、仕事戻るから。最低だな。私。いいな。私だって。指揮家を継ぐのをやめるだと。うん、私もやりたいことがあるの。ダメだ。どうして？他のことをやると、それに未練が残るからだ。俺も指揮家を継ぐのは嫌だった。だからレイカが代わりにやってくれている。自分のエゴを通すために、誰かの夢を潰さないといけないんだ。知っているだろう、レイカは地球防衛軍の機体の新星だった。15という若さで3隊長まで昇格したほどのだ。俺は、自分の目標のために、レイカの才能を、道を殺したんだ。お前は俺と同じ過ちを繰り返すつもりか。それは、将来、お前の伴侶の夢を、目標を押し殺してでも、やりたいことがあるなら構わん。だが、半端な覚悟で大事な奴の可能性を潰すならおとなしく指揮家を継げ。うん。俺も泣くほど後悔した。俺の優柔不断がレイカを傷つけ、目を失った。お前にもやりたいことはあっただろう。だが、それをお前自身が諦めれば、誰も傷つかないんだ。うん。お前はみんなの前に出るな。心の整理がついたら、また笑顔でみんなの前に出てやれ。わかった。ご主人の専属神になりたい。パパの中にずっといたならわかるはずだよね。そうですね、
あなたはうまく感情を隠してたから、周りには気づかれてないけど、同じ感情を持つ私からすれば、それはもうなかなかのものですよ。うん、それで私は実力も、自分で言うのもあれだけど、センスもある、頭もいい、きっと後悔させない。気持ちだって、せっかにも負けてない、メリアちゃんにだって負けてないと思ってる。ダメです、今のあなたでは、せっかちゃん以下です。せっかちゃん、あなたのセンスは他人任せ、それも才能ですが、他人ありきのセンスだけでは専属心には向いてないのです。せっかちゃんは自身の力で今の強さを手に入れた。明日早朝、私はご主人と、せっかちゃんの潜在能力を見ますからぜひ、その光で見て、聞いてください。私の言ってること、わかりますから。それでも2年前はそうじゃなかった。もう嫌なの。私だって、ずっと一緒にいたいの。焦ってるんだ。もしここで私から承諾を得られなければ、チャンスがなくなるって。だからといって、専属心にすがるようではダメ。今のあなたには魅力は一切感じない。ダメです。今の結果ちゃんでは。なんでよ、なんで。あなたにはセンスを感じない。私があなたを推薦することは一生ないです。今のあなたは華々しさを感じない。あなたは株の中の鳥、そこから抜け出せない以上、あなたにチャンスはない。私、どれだけ我慢すればいいの？いつもいつも。わかったよ、明日、見てどれほど自分が甘いか見定める。絶対に諦めてたまるか。朝、せっかとパトの潜在能力を聞いてわかった。スザクに頼り切った私ではダメ。やっぱり私、ダメなのかな。もう少しで4時間。もう少しですね。ご主人、体調は大丈夫ですか？力が、抜ける。体の一部が、ごっそり抜かれるような。9割近く離れている証拠ですね。我、指揮家当主の名のもとに指揮を司る詩人の王勇様に申す。詩人を王勇の加護我の証明のもと解除し王勇様を詩人の身に戻す契約をここに誓う。さあ、我の導きのまま宿主から加護の契約を終わらせ、現世にお戻りください。出たわね。完了だ。王勇は、あちらです。すごい、これが俺の中にいたのか。はい、凄まじいです。王勇ではこのようなオーラは出せません。黄金極真竜のものですね。姿を現すぞ。この子が、王勇。かな、体調はどう？うん、すごく落ち着いてる。やっと出られたよ、ありがとう、みんな。主にとっては初めましてだね。私は指揮家守護神詩人の王、王勇の娘、かなと申します。早速だけど、お願いがあります。お願い。私は主の専属神にして。いきなり。いきなり言われてもメリアの許可もいるし。大丈夫ですよ、ご主人。カナは専属神の条件すべて満たしてますから。へ。だってこの子、ご主人のことが。私は主のことに年間ずっと見てた。だからこれは本心で言える。私ずっと主のことが大好きでした。場所を考えていいかな。いきなりご主人に告白してもご主人だから即返答はしませんよ。知ってるよ、メリア。だけど好きって気持ち伝えておかないと攻めてこないでしょ。主ヘタレだし。ヘタレ言うな。一応カナはご主人の中に2年間いましたから、私同様かなりご主人のプライベートを把握してますので、ご主人の理解者でもあります。何でも知ってるよ。趣味、性癖、好き嫌い、考え、エロ本のありか、メリアとセッカからアプローチもらって内心かなり喜んでたりとか。やめろ、いや、やめて、やめてください、お願いします。ちなみに私も知っています。オーマイガー。とりあえず少し時間をちょうだい。いいよ、まんざらでもなさそうだし。わかるの。表情とか目の動きでわかるよ。専属神にしたいけど、建前もあるし、専属神になってもらう前にいろいろ話してみたいなってね。アンビリーバボー。とりあえず主の気が済むまでお話しようよ。あ、でもお年頃だから仕方ないけど、いやらしい妄想の中のことをしないでね。私まだ専属神じゃないからメリアとせっかに怒られちゃう。やめて、俺立ち直れなくなっちゃう。ダメー。話は聞いたわ。専属神同士の独占はダメだってメリアちゃんと決めてるけど、まだ王勇様は専属神じゃないからパトの独占禁止。かなだよ、せっか。それじゃあみんなで打ち解け合おうよ、ということで寝室に出発。ちょっと、待って、腹つよ。東野さん、ごめんなさい。明日のために休んでてください。ご主人、行きましょう。多分今日寝れませんよ。もうメンタルボロボロなんだけど。マジか。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。